県内は前線の活動が活発となり、明日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定になる見込みです。このため、県内は明日明け方から昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで発達した雨雲が停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。明日1時間に予想される雨の量は多いところで。 中部・東部で70ミリ西部で50ミリあす午後6時までの24時間に予想される雨の量は多いところで中部、東部で250ミリ西部で200ミリです4月17日震度6弱の地震があった宿毛市では少ない雨でも土砂災害が起こりやすくなっています気象台は低い土土地のの浸水、川の増水、川増砂災害にに、十分注意するとともに 落雷、竜巻などの激しい突風に注意を呼びかけています。